る10月20日から21日、神奈川県横浜市にある横浜情報文化センターで、セブンメディア主催の第4回メディアフォーラムが開催されました。今回のテーマは、日本の家庭、そして家族。家庭、家族にインパクトを与え、変革をもたらすことができるようにというビジョンが込められています。国内外から宣教団体が集まり、働きを共有、また協力し、日本の福音化に励むものです。私たちはいろんなメディア団体一緒に集まりますので、いろんなメディアちょっとアップデート と紹介しますので、テーマは家族ですね。ハッピーウェディングとハッピーファミリー、はい、まあ、いろんなメディアで一緒に本当にインパクトありますですね。イエス様の福音ですね、はい。21日午後にはメディアミニストリーと題し、日本で放送宣教をする5団体による発表がありました。発表ではそれぞれの福音宣教のためのアプローチや工夫、また課題が分かち合われました。時代の流れに従いアップデートされていくそれぞれの働きを聞くことは、互いの働きを向上させる良い機会となります。まず最初に CGN テレビがこの秋に開始した新番組、聖書の村を紹介しました。教会の子供礼拝で、家庭で用いていただくことを目的に制作しています。少子化とともに、働き人の減少も叫ばれる中で、少しでも教会、家庭での福音伝道に用いていただきたいという願いがあります。続いて、東北、北海道、沖縄、FM12 局で放送している TWR ラジオによる発表。 TWR ラジオの3つの柱、科学と聖書、ユダヤ文化と聖書、人間関係と聖書を紹介しました。 TWR はこれまで世界160カ国200言語以上で福音をラジオで伝えてきました。しかし今その中心をデジタルにシフトしています。これからはウェブ、そして iPhone、iPad で福音を伝えていく働きをしています。具体的にはテキストだけじゃなくて音声や動画を使って、若者の直感に働きかけるような、分かりやすいかつ深い霊的なメッセージを伝えられるように、私たちも精力的にコンテンツを作ってまいります。さらに長い間日本全国で放送宣教を続ける太平洋放送協会が、日本における放送の歴史を振り返るとともに現在のアプローチについて紹介しました。クリスチャンの若者をターゲットに9月にスタートした新番組 What the Pastors について制作者の細川平久氏が語ってくださいました。やっぱり教会の若者が教会からそれぞれのところに使わされて出て行っていて、そこに生きる悩みとかそこである苦労とかを、あると思うので、そこの御言葉に生きることを番組を通して励ましたりできたらいいなというふうに思っています。続くワンホープ日本は伝道ツールバイブルアプリを紹介しました。バイブルアプリは子どもたちに親しみやすいアニメーションや聖書の学びのためのゲーム、アクティビティが豊富に詰まったアプリケーションです。最後に発表したのは福音を4つのポイントで分かりやすく紹介するセブンメディア。伝道的ウェブサイトを飛び石のように設け福音を伝えています。若者がイエス・キリストを友人に紹介するためのツールも提供しています。メディアの発展の著しいグローバル時代、福音伝道にも様々な工夫が凝らされています。それぞれの取り組みが互いに刺激し合い向上し合って福音宣教が前進しています。今回のメディアフォーラムを通して日本のメディア宣教団体の相互理解が深められ、日本の福音化のための協力関係が築かれました。